米大リーグドジャース、レイズ、23日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャース・スタジアム。ドジャース・大谷翔平投手、30が23日、日本時間24日、本拠地、レイズ戦に1番 DH で先発出場。初回先頭の第一打席は一直だった。2ーボール1ストライクからの4球目、内角92マイル、約145。 2キロシンカーに少し詰まらされた。レグン先発の左腕、アレクサンダーとは22年の対戦で6打数4安打の打率6割6分7厘、1本塁打だった得意の投手。史上6人目で最速の40の42は残り1本塁打、1投塁に迫っており、一気に達成することも期待される。エンゼルス時代、レーズ戦は円があった。 都米2年目の19年6月13日、同14日に日本人初のサイクル安打。二21年6月25日、同26日にはメジャーでは自身初の先頭打者本塁打。22年、23年に記録した日本の満塁弾は共にレグンが相手だった。これまでで過去5人の中で 4 0の4 0の最速記録は出場147試合で到達した6年のソリアーノ、ナショナルズ、だが、同126試合目の大谷は大幅に上回る勢い。今季本塁打と盗塁を同時にマークした試合は4度あり、この日達成の可能性も十分ありそうだ。